モンテサント駅に停車中の車両をモンテサント工作船。フニコラーレモンテサントは、ナポリの町の定地とボーメロ島を結ぶ3つのケーブルカーの1つである。特に道路線が結ぶのは、丘の頂上部のサンテルモ城と隣接するサンマルティの博物館のある地区と、ダンテ広場付近の旧市街とである。このケーブルカーを使い良くするために、バンビテッリ広場とケーブルカーの頂上駅のある、 モルガン通りとに最近エスカレーターが設置された。設備は1800年代の終わりに、キアや線の次に建設され、全長は825メートルで、平均傾斜角は20.84%である。1980年代には改装作業が行われ、最近は、麓の駅が建築家、シルビオダー,アー社による設計で改装中で、 クマーナ線とチルクムフレグレア線の鉄道駅がすべて一つになり、少し離れているリーネニのモンテサント駅も屋内で接続可能であると予想されている。ケーブルカーには4つ目の駅が実現すると言われており、ボーメロ地区下部のラファエロ通りに他の業界岸にエレベーターを通して連絡するか、他の資料によれば4番目の駅は、 サンテルモ城の近くに作られ、この場合はエレベータはサンテルモ城の入り口の前に直結されるように作られる予定である。ありがとうございます。